ここか？あった。よし。あと2つ。お、ビーバスだ。トルネードタコプター。綺麗に塗れますよね。近くで見たらでっけんだよね、このスナイパー、タコスナイパー、タコスナ。あ、ここねえんか。お、ミステリーファイルはあんなところに。見つけたからには取らないといけんでしょうね。おーおーおお。鍵か。鍵はどこかなと。あ、真ん中か。あれか。ゲームパッドに乗ってました。よし。あぶねー。何すんの。またあったな。たこ焼きマン。危ねえ危ねえ。危ねえ。何すんの。よし。ラックショー。よいしょ。はい。ストビーバスパーク。結局 UFO は実在した。もう最初のマップにも UFO いるしな。うん。どういう科学技術なんだろう。お、あー、ついにこの日やってきてしまった。このカプセルは遠く1万年の先まで決して開くことはない。だがそれが本当にお前の幸せなんだろうか、私にはもうわからない。スプラトゥーンの世界はね、海が確か上がってきて、もう人が住めるところがなくなっちゃったんだよね。だからその1万年先までジャッジ君をなんかコールドスリープして、その未来にまで残そうとしたんだね、哺乳類を。うん、唯一のね。うん、ま、確か他の人間たちはあれじゃね、宇宙に逃げようとしたんじゃないのかな。あのサーモンランの2のサーモンランのポラリスの宇宙船がそうだと思うんですけど、うん、まあ地球外に逃げたのかはどうなのかはね、ちょっと分かんないですけど、まだ人というのがこの星にいるのかどうか割と気になるところではありますけど、なんかその人という概念がまあなんかその続編とかにも関わってくるのかどうかだよね。でも人間はもういなくていいんじゃないのかな。うん、人間の意志みたいなものはその奥とのところでね、あいつがなんだっけ、うんこみたいなのあいつが言ってたけど、人という概念はね、あ、そこにあった。まあその意志だけでいいような気がするな。本人たちは出てこなくていいような気がするな、この世界じゃ。よし、ラストですね。最果てのタコ銅座、心なき爆走マシーン。飯田さんが開発に携わったというタコローダーですな。タコドーザーが引くわ、引かれてる。
めっちゃ引かれてるよ。引くわ。あった。途中。おーおーおー、来ちゃう。よし。いたたたた、何すんの。ハーマーゲッチュー。おい。これさすがに飛べねえな。うん、確か飛べなかった。飛べないのかな、本当に。ここの、ここは無理なんじゃなかったかな。鍵どこだー。鍵ー。これが勝利の鍵だー。あぶねよし。誰か持って、おー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 、誰か持ってんじゃなかったっけな。どこだ。あ、鍵この上って、あ、違う、あれドアやな。鍵、おーおーおー、鍵自体がね、タコトーターってある意味無敵だからな、これ。飯田さん、厄介なもん作ったな。うわ、これ上かな。上に行くしかないか。上に行くしかない。自由に動けねえ。OK。これどこ行くんだっけ。あ、あるやん、鍵あるやん。よし、思いのほか時間がかかってまった。よいしょ、完結戦。ほいー、ててててて、タコ砂。よっ、よし、よっ、おい、当たるか。よし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 、ゲッチュ。おっしゃ、オッケー。心なき爆走マシーン。よし、これで全部かな。お、ボス夜間来ました。あとは大電池ナマズ。おし、これで、電池ナマズは全部回収しましたね。あとはボス夜間を倒してと。行きましょう。あ、そうか、もうこの中でラストか。よし、じゃあ行きましょうか。ラスボスですね。最後の決戦、タコツボキング。一体誰なんだ。行きましょう。お、ハイカラシティが見えますね。おお、どこ行くの。上に飛ぶ意味あったのか。お、あー、来た、大電池ナマズです。おお、じいちゃんぬ3個か。これは罠じゃ、来てはならん。そんなこと言ったって、
行くっしょ、普通行くっしょ、行くっしょ、それは行くっしょ。おー、でけえな、おでんしなまず、ほんと。あっ、あっ、吸われた、覚醒した。あー、出たー。わさび吸ってんすよね。縄張り取り返す。お前なんか2の時とね変わってねえんだよな。メカのあれがあんまり。来た、来ました。これがラスボス戦ですね。どういう感じだったっけな、ラスボス戦。ほら、あ、これ基本的にこれは変わってないんだけど、どんどん一つのステージじゃないんですよね。決戦場みたいな感じなくて、なんかどんどん先に進んでいくような構成になってるんですよね、ワンの方は。これ割とこれ好きだったんですけどね、なんか割と不評だったみたいでね、2でああいう感じになったんですけど。よし、あれの準備。あれとは、お、来た来たー、跳ね返せー。いた、びっくりした、まだ来た。これ他の武器でやると辛いんだよ、ね、うわ、まだ来る。よし、 OK、 まん丸こちゃくんな。よし、これ第一ステージですね。 OK、 あ、言うて常に来た、メガホンだー。うわ、ダメか、ダメか、間に合わねえ。ここめっちゃいろいろしてくんだよな、ここから。割と難易度高めだと思うんですよ、これ。うわぁ、あぁ、あぶれ。危ねえ、やーす、行き過ぎたな、前に前に行き過ぎたな。おー、ぶっ来た、ぶっ来た、俺ワンのラス、このラスボスの方が割と難しいと思うわ。2はもう1箇所でいいからね、こうやって移動する必要もないし。メガホン、こうぐちゃぐちゃになってるところでこのパンチ飛んでくるからさ、割とちゃんと見てないと分かんなかったりするんですよね。おっしゃ、でもいけるぞ。あ、ミステリーファイルがこんなところに落ちてる。いいやん、下はしっかり塗っとかねえと。よし、はい、はい、よし、あー、行き過ぎちゃん。あぶ、うーい、よし、メガホン、メガホンやべえ、一撃必殺だからさ。あ、再び、これなんて言うんだろうね、 なんとかボムって言うの、これごっちゃごちゃしてる中で跳ね返さないといけないから、これが割と見抜けんだよな。 うわ、ダメか。あと割と時間かかるというね。よし、来た、うわーお、よし、よし、うわー、早い、
いや、サンゴ強くなるわ、こんなんやってたら。ボスに、ラスボスに限ってはサンゴの方が多分辛いと思うわ。4号より。よっしゃ。さあ、次。しもべたち、よーい。周り、タコだらけ。タコ足だらけや。こう前に出る。うわあ、ダメだ。おお、なんじゃ。やめなさい。よし。いやあ、もうむちゃくちゃだよ。もうむちゃくちゃ。よし。めんめん。うわー、はいー。よし。そこはダメだろう。危ねえな。危ねえな、こいつ。近い。ちゃん。よし。これでイカそうめんにする。イカそうめん。イカそうめんで食ったことない。おお。お、いいね、スパショ。これにスパショ使ったことなかったけど、いいね、これ。一発で跳ね返せるやん。いいね。使ったことなかったけど、これはいいぞ。じっ、こいつ、お姉さん、ピッチャービビってる、へーへーへー。あおりちゃんが煽ってる。いや、あおりちゃんって誰だ、何とか言ってる。うわー、ちょ、足元は塗る、ミサイルを壊す。はい、わかりました。透明なんだよな。さあさあ、こっち行った方がいい。よし。うーい。よい。あ、インクが。インクリング。よし。今度こそイカ焼きにする。お前こそたこ焼きにしてやる。あ、スパショね。ぼちぼちクライマックスでございますよ。そしたら例のあれが流れますね。例のあれ当たれ。よし、あー、久々にこの展開見たけど、鳥肌が立ちますね、相変わらず。いいですね。おお、ここで初めて塩辛節がね、
流れて、すげえいい曲だなっていう人がいっぱいいたと思います。私もその人です。この展開は熱いよね。よし、いやちょっとこれきついな。でもこれが流れて負けるっていうのが一番かっこ悪いんだよね。狭い狭い。うわバリア、おお、やる、カッペリコン、危ねえ。でこの塩辛節が今流れてるじゃないですか。でここの近くね、あの8とかで多分飯田さんもいたはずなんですよね。この2人の戦いのこの場に。でそのこの塩辛節のグルーヴを聞いて、いろいろと8とか飯田さんとかなんかね、心に来るものがあったっぽいね。だからこの場にいるはずなんだよね、あの二人。バッカ野郎。危ねえな。この地味にこの小型ミサイルどもがめんどくさかったりするんだよ。あら、よし、もう少し、もう少しじゃ。お、じいちゃん、じいちゃん踊ってる。いやー。危ない。まあ、将軍も踊ってんだけどね。うわー、ねー、いけー、最前線、最高の力振り絞る、特等席じゃ、あ、うおい、うわー、くそ割れた、よーいけー、とどめを刺すんじゃー、はー、ギギ、またやられた、切ない。あーで2でも同じやられ方をするんですけどね。あーあー、たこ焼き、たこ焼きマントマン。お、これで大電池ナマズがハイカラシーンに戻ってまいりました。真夜中のハイカラニュース。なんねなんね、あの字体がすごいな。え、マジぶっ飛び、どこ行ってたんだろうね。不思議だ、不思議だわ、不思議だね。まあいっか、この二人なんか知らんけど情報を手に入れるの早かったっすね。まあいいや。はい、というわけでスプラトゥーン1ヒーローモード、これで終わりでございます。これちゃんとね、こうインクをかけてあげないと作ってくれた人たちの名前がわからないという。ようこんなことしたね。これ何もそのただただ見てた人もいると思うんですよね。だって見てなかったら真っ黒い画面がひたすら流れてるだけなんですよ。何これってなってたでしょ、絶対気づかないで、絶対真っ黒い画面のままなんだこれで終わった人もいると思うんだよなこれ。この曲がいいんすよね、またこれ。ハイカライブとかでね、その見た時はさらに感動したっすね、やっぱね。スプラのヒーローモードの演技がどれもいいっすね、本当に。
まあそんなわけで、まあちょっと曲に聞いていたい気持ちはあるんですけどもね、ちょっとここらぐらいでしか、まあ、話すタイミングがないんで話しますけども、まあ、これで、スプラトゥーン1の、ヒーローモードは、完結でございます。まあ割と短いんですよね、やっぱり1の方は、うん、まあでもその初心者の人がね最初にやるべきモードでは、1の頃からそうだと思うんでね、うん、オクトに関してはちょっと違うんですけどね、オクトに関してはね、あ、これ この絵がいいんですよこれオクトに関してはね、またなんか熟練者の人がちょっとやってみてみたいな感じではあるけど、全体的に難易度高いからね。まあヒーローモードは1も2もチュートリアル的な立ち位置だと思うんでね。で、2のヒーローモードも、ちょっとぼちぼちやっていきたいとは思ってるんですけど、2はね若干ね長いからね、うん、まあのんびりと待っててもらえたらいいかなと思います。お、ガールの方脱いでますね。はい、 Thank you for playing。 お、ヒーロースーツレプリカをゲッチュー、タコドネスーツもゲッチュー。そう、一気にもらえるんですよね。はい、というわけで、これでヒーローモードの方は終わりになります。はい、でまあ2のね、まあさっきも言った通り、もうヒーローモードもやりますけども、うーん、まだサブアカを作って1からやるかな、どっちがいいかな。あの実はヒーローモードで武器の方のコンプリートもしてないんで、まあそれをするのもいいかなと思ってたんですけどね。まあでもどうせならもうなんか最初からムービーとかも動画にしときたいんで、まあ多分2のヒーローモードの方も、なんかサブアカを使って、まあ、1からやっていこうかなと思います。まあいつになるかわかんないですけども、うん、まあちょっとゆっくり待っててくれたらいいかなと思います。はい、というわけで今回でスプラトゥーンヒーローモード終わりたいと、これで完結したいと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけでお疲れ様でした、ありがとうございました。